今のダメージも残ってますよね、きっと。そうなんですよね。これは切り返した、返しましたね、返した返した。さあ決まるか、危ない、腕決まってる。これは脇固めだ、かつて見たことありますよ。2021年の10月12日後楽園で平田がこれで敗れてますからね。さあこれは、あ、場内平田コールが起こっている。